ンマユ札幌暮らしぶり薬用改善の、ちょっとこれ奇跡的に無視しました。ジュホ忘れちゃいけないぞ。ジュホさんなんかもう影人間みたいな私もだいぶ黒いです。札幌の気温30度、もう体感では超えてるような感じだよね。そうだ ね、32、3は言ってるかな、うん、その中ですね、久しぶり、江別にある刺身屋佐賀山さんに行ってまいりました。じゃーん、これわかる？釜？いつもなら130キロ級の、マグロの釜っていうのがあるらしく、私に、揚げたかったらしいんですけども、これをですね、七輪で焼きたいと思います。ごめん、七輪ちょっと無理かも。なんで？でっかすぎて。あ、間違った、七輪はあの乗っかんないそうだね、無理無理。バーベキューグリルで焼きたいと思います。ですで、これって片側かな、もしそうだね、片側ね、うん、ここと多分反対側にここにあるなんかこの辺って教えてくれました、お母さんが。そしてですね、じゃあこれちょっとこのまま置いとくよ。ちょっと見てくださいね、これ。ちょっとこれすごい、持てるかな、ちょっとこれすごい見える、うーわー光っとんな。これはもうマグロの、もうね、ごめんなさい、どこかわかんないんだけど、見て A3 のコピー用紙ぐらいあるかな。これをですね、あのスプーンで削って、めちゃくちゃ脂が乗ってるところをいっぱいいただいてきました。250のパックが5つぐらい取れるよっていうことで、おお、すごい。今日はこれでネギトロのみたいにできそうなので、これから作業をしていきたいと思います。みんな匂ってみて、臭っ。わかるでしょ、どんな匂いか。魚の生臭い匂いは流しのこのステンレスを触ると一気に取れるそうなんで、これから削っていきます。うわー、めっちゃ混んでる。見て、油乗ったの食べたいなと思うでしょ。油との紙一重っていうのがここですよね。ほら、ここすい口止まってるめっちゃ食い縛っちゃうんだよね。いや、マジ結構力いるんですよ。力っていうか、指先のこのぬるぬるを抑えながらの絞り、これね、ほらもうね、この魚と格闘しているっていうようなね、シチュエーションになれる、これがね、無になれるんですよ。もう思わず今日はこの作業大好きですって言っちゃったもんだからね。あ、じゃあこれも持っていきな、これも持っていきな。で、美味しいとこくださいって言ったんです、さらにね。もういいっしょ、これすんごい量だよって言われました。うぅ、出た。さあ行きますよ、みなさん。来た来た、ここ、ハーゲンダッツの CM みたいな。下に落としてたから、こっちから、これ、来た。どんどん、どんどん、
これだけの収穫が、うん、これそうね、じゃあ重いでしょ、うん、何キロぐらい取れたこれ、うん、多分ね、600g ぐらい、どんどんこんなもんじゃないよね、今ですね、ちょっとこのいただいた釜がどれぐらいの大きさなのかっていうのをちょっと測ってみたいと思います。おお、やっぱり最初に32センチ、36センチありますね。幅っていうんでしょうかね、これは大きいところで11センチ。さあ今日もこれのネギ洗っちゃおう。白くてパサパサしたこれ、しょうがないと思ってるじゃないですか。これはノウヤクです。普通はフレッシュを、水で薄めたものをかけます。1、2、3、今洗ったネギの色グリーン、洗う前のネギの色、うまっ、私の丸かじりしたんです。ネギ完成。熱いですか、シェル？熱い、シェル熱い、サマーカットにしたね。シェル、お尻向けないで、シェルおいで。ナッティ君、ナッティ君はあんまり画像に出演していませんでしたね。ナッティ君、お魚臭いでしょ、お魚臭いでしょ。団子になって舐めてます、団子になって舐めてます。まず休憩ね。こっから外、30度の外に行きますから、たくさん水分、うん、やばい。息子がお腹が減ったと言ったので、ハワイアンポキ風のネギトロ丼、ネギトロっていうのかな、ネギトロポキ丼を作りたいと思います。超簡単。できました、丼の完成です。じゃーん、うつてうつてるかも、うん、今撮ってるよ。結局油落ちてこの中だけの話で、でっかい方が焼き上がりました。50分ぐらい経過、見てみましょうね。きたー、これどうすか、これ。まずマグロに見えないっていうところと、ほんとほんと、なんか巨大な、なんていうんだろう、チキンっていうか、そっち系だよ。ほんと結局ほら、なんだろう、まあ、お魚だから、うん、ホッケを食べるか、うん、ね、マグロをこういうスタイルで食うってないじゃん。いつも刺身でしか食わないから。ちょっとごめん、すっごい美味しいんだわ。すごいわ。
みんなあんまり行き過ぎたら私たちの買う分がなくなっちゃうよ。私たちもこういうものがもう必ず行ったら手に入るってわけじゃなくて、本当にラッキーだったからこそ手に入ったっていうね。でですね、刺身屋さんは、この次から火曜日と水曜日が定休日になったそうです。この間までは水曜日だったんですけど、火水が定休日。Once you get to meet her.